フィル・モグはイングランド出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。HR、HM シーン確率までの霊明機を体現してきたボーカリストの一人。同国でロックバンド UFO を結成し、長年にわたりフロントマンを務めている。おいはクワイヤーボイスのベーシストナイジェル・モグ。首都ロンドンのウッド・グリーンノース出身。1969年8月に 長年の友人ピートウェイとアンディ・パーカーと共にロックバンド UFO を結成し、ボーカルを担当。ドイツ出身のギタリストマイケル・シェンカー加入後、バンドは世界的な成功を得る。マイケル脱退後は徐々に衰退し、その後ピートが脱退してもフィルは UFO の看板を守り続けたが、1988年に解散に至る。バンドは1992年に再結成。 一時はマイケルの復帰、脱退を繰り返すと、混乱を乗り越え精力的に活動していたが、結成50周年のツアーをもって、交番を表明している。UFO 以外では、1990年代後半に、ピートウェイと共にモグ、ウェイというユニットを結成し、エッジ・オブ・ザ・ワールドとチョコレートボックスを発表。もっともこれは、マイケル・シェンカンの当時のマネージャーが、 マイケル不在では UFO と名乗れない胸の契約を強行したため、一時的に使わざるを得なかった名前であり、実質的には UFO と見ていい。その後、この契約問題は解決し、再びフィルが UFO の名前を使えるようになった。なお、エッジ・オブ・ザ・ワールドに参加したエンズレー・ダンバーは、後に UFO のドラマーとなった。UFO のバンド内では、気難し屋で、 英国流の冗談、偏屈のきつい性格のため、当時、英語がうまく話せず、性格も内向的なマイケル・シェンカーとは相性が悪く、精神的に追い詰めてしまい、マイケルがバンドを飛び出して放浪する原因の一つになり、マイケル脱退を招いてしまう。その一方で、マイケルを自分の家に泊めて、フィルノがアールフレンドと共に面倒を見ていたという一面も持っている。ありがとうございます。